どうも、今日はこの SH モンスターアーツ、1989年を、開けてみようかなと思います。これは前回結構前に出た交響曲のゴジラ1989と同じなんでしょうけれども、なぜか、あの超ゴージャスなフィギュアの後にこの、何もないバージョンが今頃になって発売されたっていう感じになっております。なんでちょっと今来たのかっていう感じだったと思います。でもこの、1989のビオゴジの SH モンスターズ、通常版の何のエフェクトパーツとか何のからくりもないやつが、SH モンスターズとしては発売されてなかったんで、これも、出てきたんで、ひとまず良かったなと思います。とりあえず開けてみましょう。はい、こちらが中身となっております。とってもシンプルでいいと思います。エフェクトパーツもないんで、こんな感じですね。うん、ちょっとなんかちっちゃいね、ちっちゃいな、思ってたより。うん、この何ですかね、このボディの形がやっぱビオゴジ感がありますね。なんだっけ、この目がさ、なんかちょっと暗っぽく見えるのがビオゴジかなと勝手に自分は思ったんですけども、なんかちょっとそれ以降の平成ゴジラのシリーズのゴジラ、なんかもうちょっとその白目っていうか、この黄色い目がもうちょっと鮮やかになってるイメージですけれども、このゴジラはやっぱりちょっと暗っぽく見えるのがあれかなと思いました。で、塗装も、あれだね、なんかちょっと白とグレーとのコントラストがすごいいい感じになっております。で、ジョイントは、同じ、他のフィギュアと同じようにな感じかな。上も口を開けるとこのようにかなり、細かく作られた牙が、出てきます。ハンサム。この SH モンスターズはもうちょっとなんかリアルに近いものができてますね。うん、あんまり話すことがない。で、この1989が、出たので、出ている SH モンスターズのビオランテの、オリジナルカラーとスペシャルカラーと一緒にこう合わせて、バーサスビオランテを再現するのも面白いかもしれないですね。はい。
かなり、シンプルですが、この歴代の、ヘセゴジラシリーズの中では一番なんですかね、かっこいいあのフォームをしているので、これがフィギュア化されてとっても嬉しいです。またあれですね、ビオランテと一緒に、ちょっとこうここにも載ってますが、パッケージも載ってますが、こう一緒にこう飾って、遊んでみるのもどうでしょうか。はい、そんな感じです。はい、以上となります。はい、ご視聴いただきありがとうございました。じゃあねー。